内閣府特命担当大臣は日本の国務大臣、内閣府特命担当大臣の一つ、食品安全担当大臣と通称される。日本の内閣府に置かれていた内閣府特命担当大臣の一つである、内閣府食品安全委員会などの食品安全行政を所管していた。内閣府特命担当大臣は担当する諸課題により柔軟に設置できるため、 政権により増減や変動があり、その役職名は必ずしも一致しないが、食品安全担当大臣は沖縄及び北方対策担当大臣や金融担当大臣と同様に内閣府設置法により筆致とされていた。なお、現在は消費者及び食品安全担当大臣が設置されており、食品安全行政だけではなく消費者行政も所管し、 より広範な業務を担当している。BSE 問題など、食の安全が社会問題化したことを受け、第一次、小泉内閣で、食品安全委員会の設置が、訴状に上るようになった。第一次、小泉内閣では、国家公安委員会委員長と、防災担当大臣を兼任していた、村井一氏に対し、食品安全委員会担当の匿名事項を、兼任するよう命じた。 続く、第1次小泉第1次改造内閣では、食品安全委員会担当に、谷垣定一がついた。同内閣にて、食品安全委員会が正式に発足したことを受け、谷垣は、食品安全委員会担当の任を解かれ、同時に、食品安全担当大臣に任じられた。さらに、第1次小泉第2次改造内閣にて、内閣府特命担当大臣に解消され、 小野清子が就任した。以降の内閣においても、内閣府特命担当大臣が設置されたが、鳩山幸夫内閣では、食品安全と消費者行政が一括され、内閣府特命担当大臣が設置されたため、食品安全担当大臣は事実上消費者、担当大臣と統合された。ありがとうございます。